こんにちは、お待ちしました。こちらどうぞ。こんにちは、今日担当します山内です。よろしくお願いします。お願いします。今日髪型いかがなさいますか？そうですね、まあ全体的にちょっと伸びてきたんで、はいはいはい、ちょっと1センチ毛先整えてもらう感じで、あとは2ブロック入れてちょっと後ろをスッキリしたいです。あ、わかりました。バランス見るとちょっと耳周り1センチちょっと短くして、少しこう前下がり気味にした方がなんか今の流行りっぽくなるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういう感じどうかなと思うんですけど。あ、じゃあお願いします。しました、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。こんな感じではないでしょうか。肩書きだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
背中の毛生えてますね。濃くなっちゃって。残り1分です。はい、トニックつけていいですか？はい、はい、
どうしようか。はい、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前映ったら変な風に。はい、父親が床屋やってたっていうのが一番大きい理由なんですけど、やっぱりあの実家と店が近くてたまにこう見に行ったりしたんですけど、入ったお客様、帰るお客様がやっぱりちょっと綺麗にかっこよくなって帰っていく姿を見て、あ、やっぱ床屋って結構かっこいいなって思ったのが一番の理由ですね。今の夢は床屋理容師っていう、こうサービス業の素晴らしさっていうのを本当に世の中に広めていきたいなっていうのは本当に思いますね。やっぱり人と人がこうやって今固まってさせてますけど、直接触れることでしか伝えられないものってあるんじゃないかなと思いますし、その人が人に対して一生懸命やっていくことに価値がすごくあって、やっぱそれでしか得られない満足感ってだったりとか喜びだったりとかもあるんじゃないかなと思うんで、それをこう世の中に伝えていきたいなと思います。